わけで本日はこちら上野駅から徒歩2、3分釜飯春さんにやってまいりました。というわけで私竹中義隆チャンネルでは初めて取り上げる釜飯というジャンル、まあ、釜飯も言ってみたら、まあ、ご飯に味がついてるっていうことでチャーハンと大差ないんじゃないかなっていうことでチャーハン中の理想のチャーハンを追い求める旅番外編みたいな感じでお届けしようかなと思ってるわけなんですけれども、こちらの春さん上のエリアでも屈指の人気を誇る老舗のお店ということなんですけれども、国の内外を問わずいろんな方に長年愛され続けている老舗の秘密ここらで解明する必要がありそうですね。果たしてどんなお味な、こちらは上野中通り商店街です。果たしてどんなお味の釜飯なんでしょうか。それでは今日も張り切ってキャ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 です。さあというわけで今回も懲りずにやってまいりました。いやーこちら動画をご覧の方もそうだと思うんですけれども、普段生活してていやー今日釜飯食いてえなーってなる機会ってねあんまりないかと思うんですけれども、実際食べてみたら美味しいですよね。というわけでこちら春さん、ガヤガヤした上のエリアにありながらとっても落ち着いた雰囲気で、どこか老舗旅館みたいな匂いがするんですよね。その匂いで落ち着いちゃうみたいな感じでして、あお茶飲んでこの人めっちゃ落ち着いてる。それでは現場の竹中さん、はいはい、こんにちは、現場の俺が竹中で、はい、というわけでこちらが特上釜飯の大盛りです。深い感がたまりませんね。それでは早速いただきましょう。いかがでしょうか、この具沢山な感じね。海の幸、山の幸がこのお釜の中に入ってて、これがまさにザ・地球といった感じですけれども、いただきましょう。うん、おー、すげえ。後のせいくらが温めてあるっていうのもあるんでしょうけれども、もうめちゃめちゃ海鮮系の出汁が濃くて、めちゃめちゃうまいですね。しめじや鶏肉などの食感も加わって、これは本当に美味しゃす。出ましたね、美味しいデリシャス、これは多いですよ。いや美味しいな。いやこの素朴なんだけれども奥深い味わい、うん、上がりませんね。あ、いい、それではこちらメインの一つでもありますね、いただきます。いや、エビがプリプリで、このエビ自体からも出汁の旨味がご飯に染み渡ってるといったもので、いや、これは本当に箸が止まりませんね。三つ葉のほんのりとした苦味もいいアクセントになってますね。いや微妙に私、三つ葉好きなんですよね。はい、というわけで1回目完食。はい、おかわり2杯目。いや、この素朴な味わい、なぜかおばあちゃんちを思い出してしまうという、そういった味わいですね。はい、2杯目完食。はい、おかわり3杯目。ちょっとしたお米なんかもあったりしてね、テンション上がりますね。いや、おこげの素朴な香ばしさ、ちょっとしたね、おせんべいみたいなニュアンスも感じて、いや、美味しいですね。いや、しいたけ、むちゃむちゃ出汁が染みてて美味しいです。はい、というわけでこちら完食です。
けでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。この真夏の雰囲気とも相まって、田舎のおばあちゃん家を思い出してしまいましたけれども、その素朴な感じ、日本人なら誰もが思い浮かぶね、出汁の文化っていうんですか、出汁深い、そういった素朴な美味しさを再確認することができた、そういった釜飯でしたね。でお茶碗ですと普通盛りで3杯以上いただけるっていうボリュームもありがたかったですね。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日はこちら釜飯春さんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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